ケイトレクーです。はい、ということで今回はどこぞの近畿日本鉄道3万系だっけ、書いてあるといいよね。ビスタ EX セット。はい、ということで、じゃあまあ上からね、いつも通りですよ、やっていきます。1号車、まあ、インネタとかはこういう見てね、ここですね。これを付属で買ったやつ。このアホっぽい顔したキャラクターが伊勢スペイン村ですね。あと面白いことにパンツがですね、こうなります。三角だ。まあ正しく上げるとね、ちゃんとスターク大阪だったとしてね、機能としてますけどね。はい、顔面大阪南波行き、下 EX、うん、はい、反対ほぼ一緒。あ、これって確かシートの馴染みが来てる。本当だ。はい、続いて2号車、2階建てですね。モーター車です。2階建てなの？2階建て、うん、今度乗るか。まあこの人乗ったからね。マジか、2階建てたまたま。クーさんはね、鉄道初心者ですからね、何も知らないんです。イエーイ。最近ね、ちょっと、ね、名古屋とか一緒に行ってみたりはしましたけどね。だからボール打って遊ぶのやめてくれるお前ら。はい、落とすか。この携帯なんですよ。三脚に輪ゴムとかで普段くくりつけてるんですけど、今日輪ゴムとか何もしてないんですよ。まあひとまず3号車、まあ、ちなみにドア横のシールみたいなやつも、これも別売りのものです。島スペイン村の横のなんかロゴみたいな、死んでるっていう。はい、3号車4号車だよ。あ、4号車間違えた。キーを減らすな。はい、なんか書いてある。これもシールス。なんて書いてあるのこれ。パンタ注意みたいな感じです。ああ。結構これ2階からでもその移動ができるっていう画期的なね、感じですね。何したの？シールぶつけました。はあ。バッキーですね。はい。こんな感じです。ミックスですね。あ、あれ見せるシートのあれ。あれ面白いことになってるんですよね。さっきも言った通り。さっきね、裏で言ってたんですけど、ドアのところまで椅子が来てるんです。この赤いのですね、ビスタ EX 3万系ですね。近畿日本鉄道3万系ビスタ EX セットの紹介でした。ちょっとズームし直すの忘れてましたね。さよなら。